今日でしたっけ、よしひろくんが遊びに来るのって。ああ誰よそれ。あ、そうか、あんたのいとこのムカつくガキね。何しに来んのよ。大学の休みを利用してこっちの実家に帰ってくるらしいんだね。どうせならここのところ通っている有料店であるここで待ち合わせしようと思ってな。ったく、あんたがいるだけでもうざってっつうのに。でも楽しみですよね、久しぶりだな。ああ俺も楽しみだ、やつがどれほど成長しているのか。やあやあ、どうもどうも。何言ってんの、パワフル北斗打とうよ北斗。まあいいや、俺もパワフル打つか、ちょうど空いてるし。貴様誰だ。やだな、おじ兄ちゃん、俺だよ、ヨシヒロだよ。まさか。あ、風俗嬢に似てる姉ちゃんがいる。俺いまだにムカついてんすよ。信じられん、本当にヨシヒロくんだ。パワフルもね、得意なんですよ俺。近年まれに見る録画分かりやすい台ですしね。ほらほらほら。いや変わりましたね、ヨシヒロくん。格好もだけど軽くなったというか。はい、来たシャッターチャンス、爆発爆発。でもな、こんなやる気ない目じゃダメか。ギガ食って損した。ドピ。おうち兄ちゃん、ここの人450ゲームで捨てちゃったよ。600ゲームまではチャンスあるっていうのにね。おお、完全にお菓子さんと銀淵くんがハイブリッドされている。すごい成長じゃないですか。ま、俺も地元じゃスロで学費稼いでますから、昔の俺とは違いますよ。おお、言うようになったな、ヨシヒロ。確かに腕を上げたようだがな、天狗になってはいかんぜ。天狗になんてなってないよ、自信だよ。俺前回金淵先生からハイエナ技術を、お菓子先生からは激アツどころの見分け方を学んで、地元で実際勝ってんだよね。だいぶ自信ついたよ。正直負ける気しないね今は。では貴様、俺が教えたアドリブをもマスターした。ああアドリブ、兄ちゃんが言ってたやつ。どっちかの台選ぶときに使うやつでしょ。あれ簡単だよね、俺外したことないよ。まあデータ取ってりゃあんま必要ないしね。バカ野郎、オープン。アドリブをなめるな。そんなだから貴様は真のビクトリーに到達しないのだ。俺地元じゃほぼ毎日勝ってるんだぜ。もうね、おじ兄ちゃんにだって負けないよ。そこまで言うのなら、いいよ。明日8月15日は当店恒例月一6入りデー。各島に1台ずつ設定6。明日の6入りイベント、俺と勝負し勝ってみろ。お前が勝てばプロとして認めてやる、負ければ俺の再教育を受けてもらう。わかったぜ、望むところだ。勝負はパワフルだ。おお、来い来い。ヨシヒロくんが勝ってるならそれでいいじゃん。プロとか再教育とかどうでもいいっつーの。あれが王子一族の血か。翌日、6入りイベント当日。おっしゃ回転、取ってやるぜパワフルの6。ん？行かないの兄ちゃん、勝負すんじゃないのかよ。先に行け、ハンデだ。そんなこと言ってると負けるわよ。行こう行こう。要はまず偶数設定と奇数設定を見分けることが肝要。ハマり通常連チャン即連のモード、この移行の仕方をチェックする。偶数設定はボーナス後101から150ゲーム、201から250ゲームのゾーンでの放出率が高い。つまりそういう台を狙えばいいだけのこと。自分の台がダメでもハイエナして数連でコインを増やしつつ6を狙う、これがベスト。王子兄ちゃんが何を企んでるかだいたいわかるぜ。どうせチェックして待ってんだろう。だけど俺には打ちながらチェックする能力がある。負けないぜ兄ちゃん。午後1時。王子さん、いつまでああやって立ってんだろう。しんないわよ。あそこの空き台、回転数は720、論外だな。しかしあのジジイの台、450ハマりながら今日一度も600回転以上ハマってない。
よっしゃ見切った。いいかいおじにちゃん、データさえ読めれば高設定なんて大体わかるんだよ。アドリブなんていらないよ。設定録もおらい。うん、おじにちゃん、そこはずっとハマってたところだよ。勝負だヨシヒロ。勝負だってバカだな兄ちゃん。俺の代多分6だぜ。すげえ、定期的に 3,4 連してコインが増えていく。6は600以上ほぼハマらないってのはマジだよこりゃ。一方王子さんはダメだ、ハマってる。たまに当たってはいるけど展開恵まれないし、これじゃ勝てそうもねえ。王子兄ちゃん、もう諦めたな。その代じゃ俺には勝てないよ。そういうセリフはこいつを見てから言うんだな。え、ボールフルーツ8ラインだって。そのリーチは即連モード確定。言っとくがヨシヒロ、俺の狙いは6ではない、5だ。え、 5？ いいかヨシヒロ、パワフル奇数設定はハマりやすいが即連モードに行く可能性が高い。そして設定後は最もその傾向が強い爆連設定なんだよ。ハマりつつ連チャンしてるような台をピックアップし、低設定臭い台から消していくのだ。だからって3と5の区別はつかないじゃないか。なんでそこが5ってわかるのさ。それを真のアドリブというのだよ。俺はずっとハマっている台を中心に見ていた。そしてギリギリまで客に回させていたのだよ。そして見よ、ついに来たぜ。即連モードに入っちまえばこっちのもんよ。即連モード&連チャンモードのループ解くと見よ、ツボにはまったら爆発力は6以上よ。なっ、ジャック外れ。どうした、かかってこいや。閉店。9時の設定発表で本当に6だったのに。嘘、6が負けたのか。いいかヨシヒロ、我が一族はな、ただ勝つ、食えるというだけではダメなのだ。華麗なプロセスで勝つ、圧勝する、それこそ王子一族の宿命。そのためには6入りイベントで5を狙っていく、こういうアドリブもまた必要なのだ。やっぱすげえや王子兄ちゃん。一から出直しだな。わかったよ王子兄ちゃん。なんか一族の絆が深まってますけど。私に振らないでバカバカしい。まずそのアフロをやめろ、プロが目立ってどうする。俺が服を選んでやるから髪切ってこい。うん。そして翌日、生まれ変わった気分だよ兄ちゃん。そうだろうそうだろう、チンピラじゃないっすか。何あのパンチパーマ。アフロを無理やり買ったんすね。のセンスも王子さんらしいといえばらしいし。まあいいんじゃないの、どうせ王子一族ってのは鬼人ばっかなんだろうし。はいどーん、チャンネル登録といいねで乾杯。